10キロ痩せた私が痩せるために飲んだ飲み物トップ5。マイナス10キロリバウンドなしの48歳の私が健康的に痩せるために飲んでいる飲み物をお話します。何をやってもなかなか痩せないという方はぜひ今からご覧くださいね。私が取り組んでいる腸を整える活動、腸活は細胞レベルで根本的な痩せ体質へと変わる方法なんです。その場限りのダイエットでは待ってるのはリバウンドなので、あなたも根本的な痩せ体質へと変わる必要があるんです。では10キロ痩せた健康的に痩せるために私が飲んだ飲み物トップ5いってみましょう。第5位はこちら、生姜紅茶になります。紅茶はカフェイン飲料なんですけれども、コーヒーや緑茶と違って体を温める効果があるんですね。ですからちゃんとあなたの体温が上がれば代謝が上がって痩せるという、そういったサポートをしてくれるのが紅茶です。ぜひ有機栽培の紅茶を選びましょう。そしてそこに生姜を加えることでさらに脂肪燃焼効果がアップ、体もポッカポカ、体温が一度上がればなんと基礎代謝の12から 13% もアップするという、飲むだけでガンガン脂肪を燃やしてくれるっていう飲み物になります。また紅茶は血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もありますので、その結果脂肪を溜め込みにくくすることもできます。そして脂肪の吸収も抑える効果もあるんですよ。ただし紅茶はあくまでもカフェイン飲料ですから、1日1杯多くても2杯までにしましょう。第4位はこちら、ルイボスティーになります。もちろんこちらも有機栽培の茶葉のルイボスティー選びましょうね。農薬たっぷりのお茶を飲んでしまうと薬を煮出しているわけですからね、絶対にダイエットには良くないです。しっかりとした有機栽培の本物を選んでいただきたいと思います。でこのルイボスティーもすごいのは脂肪燃焼効果を促進してくれるんですよね。どんどん脂肪を燃やしてくれます。そして腸内環境を整える酵素も含まれています。また女性にとってはすごく嬉しい植物性ですね、非ヘム鉄、要は鉄分を摂取することもできますから、ぜひルイボスティーを飲むことで腸内環境も整えて脂肪を燃やして鉄分も摂取していきましょう。ルイボスティーはノンカフェインですから基本的にたくさん飲んでも大丈夫です。私も16時間断食明けであったりファスティング中はよくこの有機栽培のルイボスティーを飲むこともあります。プラスおすすめの飲み方はこのルイボスティーに純リンゴ酢をね小さじ1杯程度加えて飲んでいただきますと、まるでレモンティーのような味になってめちゃくちゃ美味しいですよ。痩せ効果もアップします。第3位はこちら、きなこドリンクになります。このレシピなんですけども簡単、国産大豆の無調整豆乳1カップに対して国産のきなこを大さじ1、純粋蜂蜜大さじ1、これをしっかりシェーカーで振っていただきますと、もう簡単な手作り無添加のプロテイン飲料になるんですよね。でこの豆乳であったりきな粉、いずれも大豆製品なんです。ここがポイント。そしてきな粉は数多くある大豆製品の中でも一番食物繊維が多く含まれています。たった大さじ1杯で 2.7g も取れちゃうんです。そして私は日頃どうしているかというと、お腹すいたなって思った時に食べる代わりにこのきなこドリンクに置き換えていくことで食べなくて済むくらい満腹感がものすごく得られるドリンクになるんです。なぜかというとポイントはこのタンパク質が豊富っていうところ。人はある一定のタンパク質量が取れない限りずっとお腹が空くんですね。満足しないと言われています。ですからお腹が空いた時は例えば糖質とか炭水化物ですね、おにぎりとか食べるよりもこういった大豆製品、タンパク質をしっかり取ってあげることであなたの食欲を抑えることができます。そして第2位はこちら、レモン白湯になります。ポイントはレモン水ではなくて白湯というところですね。白湯というのはぬるめのお湯のことですよね。これがあなたの内臓、まあ、腸だったり胃だったりね、そういったところを温めますから、それだけで体温が上がって代謝が上がるわけです。人はたった一度基礎体温が上昇するだけで基礎代謝が12から 13% もアップするんですよね。ですから必ず常温よりは
茶湯、もちろん冷たい飲み物よりは常温という形で、まずはお腹を冷やさないでほしいんです。またここでレモン果汁を使うんですが、このレモン果汁も完全無添加を選んでくださいね。間違ってもスラッシュだと香料なんて入っていないレモン果汁を選んでください。ここでなぜレモンを使うかというその理由なんですけれども、レモンに含まれる痩せホルモンアディポネクチンがあなたの空腹感を抑えてくれて、逆に満腹感を得やすいホルモンを分泌してくれるんです。私はよく朝起きたらすぐ茶湯かこのレモン茶湯をコップ1杯飲むようにしています。そして第1位はこちら、リンゴ酢茶湯になります。もちろん茶湯の効果は先ほどのレモン茶湯でお伝えした通りなんですけれども、今度はレモン果汁の代わりにぜひ純リンゴ酢を使ってください。作り方は簡単です。だいたいコップ1杯、1カップに対して純リンゴ酢大さじ1、必要でしたら純粋蜂蜜大さじ1、もうこれだけで OK です。ここで痩せるポイント、注意点なんですが、ぜひリンゴ酢を購入するときは純リンゴ酢を選んでくださいね。例えばこのような、たまたまミツカンさんなんですけれども、ここにね純リンゴ酢と書いてあるもの、もしくはお近くにイオングループ系のスーパーがある方はイオングループのトップバリューの純リンゴ酢、メーカーは問わないです。大事なのはこの純リンゴ酢であることで、この裏の原材料を見てください。原材料名がリンゴ果汁 100% のみでできていればまずは丸ですので、ぜひリンゴ酢選びから気をつけていきましょうね。そしてなぜ数多くあるお酢の中でリンゴ酢なのか、このポイントがあるんですよ。なぜか酢酸と呼ばれる成分が一番多く含まれているのがリンゴ酢だからなんですね。これが大事。あなたの腸の動き、蠕動運動を活発にしてくれるからこそ、代謝が上がってデトックスができて血液サラサラ痩せ体勢というね、こういった状態作るためにはやはりこの純リンゴ酢が一番です。そして最後に注意点ですけれども、ダイエット効果が高いこのリンゴ酢、いいと思って飲みすぎてしまっては NG です。逆に体調を崩してしまいます。ですからだいたい大さじ2杯まで1日かけてゆっくりとあなたのペースで飲んでくださいね。そして胃が悪い方、お弱い方は酸性の飲み物ですから、先ほどの、レモン茶湯もそうですけれども、刺激が強いかもしれません。そういった方は必ず空腹時ではなくてお食事と一緒に飲む、そういった工夫をしてみてください。以上の5つの飲み物に共通する痩せるポイントはズバリ腸内環境を整えるからなんですね。そのことであなたは痩せ体質に変わることができます。誰にでも簡単に作れて効果絶大。あなたも今からぜひ美味しく楽しく取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、そして実際飲んでみた、こうなったっていうご感想コメントいただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。